糸魚川市の海洋高校が近代マグロで有名な近畿大学と連携し、ある高級魚の研究に取り組んでいます。昨日は稚魚の放流を行いましたが、その背景にはある奇跡がありました。バイバイ。糸魚川市の農漁港を出港した一隻の船、乗っているのは海洋高校の生徒たちです。船上で行っていたのは稚魚の放流。ホースを通して海へ勢いよく旅立った魚たち。この小さな魚、大きく成長すると新潟が全国に誇る高級魚ノドグロ。正式名称は赤ムツですが、口の中が黒いことからノドグロと呼ばれ、白身のトロとも言われる高級魚です。水産を専門的に学ぶ糸魚川市の海洋高校、2018年からノドグロの養殖技術の向上を目指し、近畿大学と共同で研究を行ってきました。商品価値が高く、赤ムツが安定して漁獲できる状況が維持される、そういうことで地元の糸魚川や上越などの地区の活性化に寄与できるのではないかと考えております。ノドグロの飼育が行われているのは富山県にある近畿大学の実験場。海洋高校の生徒たちも卵の孵化から稚魚になるまで育ててきました。しかし元日を襲った地震で実験場が被災、多くの稚魚は死んでしまいました。しかしたまたま12月に輸送させていただいたおかげで、奇跡的にですね、その被害を免れて、今回の放流があったことから去年12月に富山から糸魚川の海洋高校へ運ばれていたため無事だったということです。糸魚川の沖合に放流された奇跡のノドグロ、その数8000匹、大きく成長して資源が増えることが期待されています。大きくて身が詰まったノドグロになってほしいです。地震乗り越えてくれたんで、無事放流も完璧にできたんで、ちゃんと成長してくれていると思います。困難を乗り越え海へと旅立ったノドグロの稚魚たち、2年から4年ほどで20センチほどに育つといいます。